焼き印のあるこの男、十文字の龍は、かつて勤皇倒幕の理想に燃える武士、速水龍之進であった。が、ある晩、ふとしたことから、御用金を奪った裏切り者として幕府から追われ、また父親殺しの犯人として、恩師冬木孝右衛門からも追われる身となってしまった。こうして彼は、すべての理想と武士としての名誉を捨て、頼るべき何者もない一介の無宿人として生きようと決めた。ただ、この男が執念を燃やして追い続けるのは、この事件の首謀者、加納喜三郎であり、事の真相である。十文字の龍。この男は、自分の心の底に刻まれた傷を押し隠し、今日という日をひたすらに生きようとしながら、さすらいの旅を続けていく。出てきな。何もねえじゃねえかよ、これだって。これかい？花町の時何が書いてあるのかな、それ。ちょっと読んで聞かせてみてくれ。読まねえのか、兄貴。わけもわかんねえで、わざわざやばい思いするってやんねえと思うけどな。あれだろ、兄貴はどうでもそれ届けんだろ。あの男の死に際の頼みだ。黙って叶えてやるのも功徳というもんだよ。仏心か。そこはね、兄貴に、ね、な、まよ、兄貴、なんだか嫌な予感がするぜ。おめえはやめときな。そうはいかねえよ。兄貴行くんだろ。だったら俺だって行かなくちゃ。足手まといだよ。そんな兄貴。分かってるよ、分かってるよ。また叩き切るってんだろ。いけんじゃねえか、一人で。今度は助けてやんねえぞ。やろ。ミッションを縫い込んだ後だ。するとさっきの奴らに。まさか、
こんな大事をあんな旅に不正に。貴様らを手もなく苦しめたほどの男だ。ただ者ではあるまい。貴奴らも幕府の犬に違いない。とにかく生かしてはんないから逃がしてはならん。ごめんなすって。左平次さんでございますか。お手預かってまいりました。わざわざ恐れ入りました。ではごめんなすって。失礼ですが、お越しのものをちょっと。よろしかったらトイレ差し上げましょう。日の暮れまでゆっくりしてくだすったら、なんとか外の騒ぎも。はい、これはご面倒をかけたほんのお礼でございます。さよう。想像しいぞ。少しは女らしくしたらどうだ。お父さんだって。おい、こら。じゃあ、いらっしゃいませ。どうぞ。頂戴いたします。おじさん、どこから来たの。どこと言っても、あっしはあっちこっちを歩いてるもんですから。いいなあ、旅人さんはどこへでも行けて。江戸に行ったことある？ええ。江戸っていろんな人がいっぱいいて何でもあるんでしょ。おじさんは何を見たの？さよ、いけませんよ、お客様に。どうして？ご迷惑ですよ。旅でお疲れになってるんだから。だってお話聞きたいもの。江戸といっても将軍様のお膝元というだけで、別にどうってことありませんよ。でも蝦夷市なんかにはいっぱいいろんなことが。女の人はみんな綺麗で、お祭りには当人の見せ物も出て、両国の花火の時には一晩中空が明るいんでしょ。おじさんは何しに行ったの？さよ、いいから言いなさい。申し訳ありません。旅のお方に会うといつもこうなんですよ、この子。だってどこへも連れてってくれないんだもの。あたいまだ一度も遠く行ったことないのよ、おじさん。よそ行ってもろくなことありません。人は生まれたところが一番でございますよ。それごらん、旅人さんがそうおっしゃるんだから間違いありませんよ。私たちにはこの町が一番なんですよ。あなた、さやったらまた旅人さんに話をせがんでるんですよ。そうか。関のマグログだ。大した技もんだ。旅人さんのですか。ヤクザみたいだけど、とてもできたお人のようですよ。研ぎ師の左平次、研ぎ師の左平次が兄貴の野郎、人のこと足で待ってたなんてや。今に見てろ。あら、素敵なお兄さん、お泊まりはいかが。素敵って俺のこと。そうよ。ねえ、うちへ泊まってらっしゃいな。泊まってきて。貴様、
さっきの片割れだな。あっ、体だ、恐れで。恐れ入りました。待て待て、なんだい、なんだこの野郎。てめえらチンピラ5人やチーニング、俺はしてる自分だ、自分だ、気にすな気にすな、任しとけよ。さあてめえら、さあかかってきやがれ、てめえら。おお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 まさかお知り合いでは。ご心配なく、滅多なことで口を割るような男じゃございません。どこだと聞いているんだ。おとなしく白状すれば話してやる。知らねえものは知らねえよ。知らないで済むと思っておるのか。お前たちはあの男から手紙を受け取った。どこへ届けたんだ。へえ、手紙ね。お前たちには何の関わりもない代物だ。それとも貴様も隠密の片割れか。隠密？冗談じゃねえよ。だったら素直に白状しろ。命を落としても構わんのか。冗談じゃないよ。命は一つきゃねえだろ。我々も手荒な真似はしたくない。痛い目に遭うだけ損だぞ。なんで言ったらわかるんだろうね、本当に。先生がお年になるようにと古くからのご友人だそうです。まずい時に困るな。先生もよう来てくれたな。何か取り込み中のようだな。いや大したことはない。ずいぶん痛めつけられていたようだが、何かしでかしたのかな。あの男確か虫入りの西禄とか言ったはずだが。西禄、知っておるのかお主。いやいや、やつではない。やつの連れの男を探しておるんだ。連れの男？新道無念流堀田兵部の道場でござんすね。はい、おそらく藩の指南役をしておられるお方で、関八州でも指折りの腕利きだと。お一人で乗り込まれてはとても。ちょっとお待ちくださいまし、私が調べてまいりましょう。いや、しかし私はあの道場の方にご贔屓になっておりますし、幸い届ける刀もございます。さよう、出かけるぞ。あら、お父っつぁんも。この方はまだおいでんな。晩ご飯でも差し上げなさい。いえ、あっしゃ。いいの、遠慮しないで。うんとご馳走こさえるから、江戸のお話もっと聞かせてちょうだい。そうしてやってください。ご迷惑でしょうが。あら、いいの？いつも足からのに、変なお父っつぁん。十文字の竜か。よし。すぐに手配しろ。ただ事ではないようだが、何をしてかしたんだ。いや、
藩の運命に関わることだ。いかにお主と親しくてもこればかりはの。分かった。だが約束してもらえぬか。十文字の竜を切るのはわしに任せてもらいたい。なぜだ。まあそのわけは聞くまい。どうせ生かしては桶の男だ。最後の始末はお主に任せよう。倉本様、先生はおいででございましょうか。今夜はどうかな。出直してまいれ。お預かりしたお刀をお届け申し上げるだけでございますが、お取り過ぎだけでも。勝手にし。どうだこの研ぎ具合。大した腕だ。作りも見事だが、誰の作家な。この左平次の父親が死ぬ間際にわしの父のために打ってくれたものだ。我が家の家宝だよ。なるほど。人間一生の丹精が込められておる。この二代目も刀を打たせれば父親に勝るとも劣らぬ腕とわしは見ておるが、なかなかその気になってくれなくてな。こんなところにおいででしたが。お連れさんは道場の奥の物置、まだご無事のようです。そうですか。おかげで私ども助かりました。本に行きます。あなたには関係のないことです。とんでもございません。藩の方たちが探しているのはこの私です。とんだご迷惑をおかけしまして。あっしはただ書状を届けただけでございます。今のところ皆出払っているようで、まだ先生が起きておいてです。休まれるまで待たれた方がよろしいでしょう。それから今夜はもう一人お客人がおります。この方もなかなかの腕前とお見受けいたしました。たとえどんなことになっても左平次さんご一家に迷惑はかけません。どうかご安心なすって。ありがとうございます。どうかお気をつけて。出してもらおう。そんなものは持っちゃいねえよ。
ではどこへ届けた。素直に言わぬとこの男の命はないぞ。知らねえもの知らねえよ。なあ兄貴、いでいでいで。どうだ十文字の竜、こっちはもう待ってはおれん。返答を聞こう。入れて来たれよ貴様。竜、さっさと腹を決め。刀を捨て。上様、こうしてはならぬ。生け捕りにせい。先生。できるな、あの男。お主同様間には年流と見たが、手傷を負ったな黒装束。うん、傷は右の肩口。あの身のこなしは伊賀者だな。お主の追ってる龍之進も伊賀者に関わりがあるのか。いや、はい、どうせ奴らは袋のネズミだ。お主どうする。龍之進がここにおるのならわしもここへ残ろう。あまりお主に深入りされてはわしとしてもいささか困ったことになるのだ。いや、お主の藩のことなどわしに興味はない。ただ龍之進を他の者に始末されたのではわしの面目が立たんのだよ。大丈夫ですか。ええ、こっちも体中が痛いな。そらそうと、あんた誰だよ。左平次さん、大丈夫ですか。左平次さんだろ、駆けつけの。私のためにとんだ巻き添えを。お前さん方、早くこの町を。あっしらのことよりおめさんこと、藩の連中に見つかったらおかみさんやお嬢さんまで無事では済みませんで。さあ、お送りしましょう。あなた、明かりが漏れる。早く来て。
どうなさったんです？大したことだね。騒ぎ立てるな。佐平次さん。ひどい傷。お医者様を。医者はいか。ひとみさん、処置を。おかみさんは何もご存知じゃないんですね。そんなら何も無理をしてヤバい橋を渡んなくたって。おい、佐平次さんのおかげで俺たちは助かったんだぞ。そうじゃないんですよ。私の名前が知られたら最後だと思って出向いたんです。場合によっちゃあんた方の口を封じたかもしれねえ。サヨは寝てんのか。はい。サヨには謝って怪我をしたと言っといてくれ。いいな。サヨ、俺の家は代々幕府の隠密だったんだ。隠密？俺が初めてそれを知った時は親父が死ぬ直前だった。だが俺が役目を仰せつかったのは昨日が初めてだった。いつかはこういう日が来ると思っていたが、いざ来てみるとどうにも腹が据わらねえ。お前たちとの安穏な暮らしが捨てきれねえんだよ。本来なら俺はここで一心を落として江戸に向かわなきゃならねえんだ。しかし生まれてからこの方何事もなく過ごしてきて、妻をめとり子供を産ませ刀だけを研いできた男に今さら全てを投げ打つことがどうしてできよう。俺はここでこうしてお前たちと共に静かに暮らしていたいんだ。あなた、でもそれでは幕府の方から。なことは知らなかったことにすや済むんだよ。俺に連絡をしようとしてくださったお人は殺されたそうだし、このお二人が黙っていてくだされば大丈夫なんだ。心配するな。こう見えても虫にもさえる口上がってんだろ。あいつらに散々パラ痛めつけられたけどね。あっしが余計なことしたばっかりに、あんな書状さえ届けなきゃこんなことにはならなかったんだ。堪忍してくんない。いえ、旅人さんは何も。勘弁しておけ。兄貴、よく寝られたか。うん。どうだ体の調子は。体？だってこ、寝てな。無理はさせたくねえが、俺たちが見つかりでもしたらこのお宅に迷惑がかかる。日が暮れたら置いてますぜ。分かってるよ。お待ちどおさま。お腹すいたでしょ。ほら、そういや腹ペコだ。あっしはサイロ食ってんだ。お世話になります。喧嘩して逃げてきたんですって。お父っつぁんも今朝方仕事場で転んで寝込んでんのよ。一晩のうちに怪我人だらけで、本当にどうなってんのか。本当に妙な具合でござんすね。病人さんはお粥がいいと思って。お粥？これはどうもありがとうございます。ありがたく頂戴しな。病人だって俺腹壊したんじゃねえんだよ。食べるよ。おいしい。ごめん。
おいでなさいませ。左平次殿はご在宅かな。兄貴、兄貴、どこ行くんだよ。傷を負わせた男です。あ、これはようこそ。すまぬが、これを解いてもらいたい。はい。先が曇っておりますな。昨夜くせ者を仕留め損ねてな。さようでございますか。夕方までには研ぎ上げてお届けいたします。堀田様の道場でよろしゅうございますか。いやいや、ここで待たせてもらうとしよう。堀田兵部お気に入りの研ぎ師のお手並みも見ておきたい。構わぬかな。どうした。冬木五右衛門が刀を研がせに来ている。そうじゃ、ゆんべのことで左平次さんを。あの傷でどこまで刀が研げるか。そうじゃでございますが、どうぞ。ありがとうございました。十文字の竜に伝えておいてくれんか。早くここを立ち去れ。さもないともう逃さぬとな。左平次さん。逃がさぬと私も見抜かれました。
あなた。兄貴、西六。ふさよ。お前はさよを連れて里へ帰れ。あなたは。心配するな。でも。早くしろ。追ってかけてしまったら手遅れだぞ。どうしたの？何でもないんです。ちょっと用事ができておばあちゃんのとこ行くんです。何用事って？いや大したことはないんだが、急な用ができてな。わずかな道のりだが、お前の好きな旅ができるんだ。早く行って支度してきなさい。はい。何して行こうかな。早く、おっかさん。じゃあ、気をつけてな。おばあちゃんのとこなんかつまんない。もっと遠くへ行きたいな。大人になったらどこへでも行ける。おっかさんの言うことをよく聞くんだぞ。あなた。さあ。西六、おめえお供しな。どんなことあっても無事にお送りするんだぞ。旅人さん、ありがとうございます。とんでもございません。これで。貴様、昨日の。お待ちくださいませ。先生にお願いがございます。何卒お取り次ぎをよろしくお願いします。何しに参った。ご覧の通り、昨夜の賊はこの左平次にございます。
藩の皆様方の手にかかった幕府隠密に託された手紙にございます。いかなる所存か恩師。これで藩の内情が幕府に知られることはございません。どうかお許しを。たわけ、そんな子供騙しが通ると思ってるのか。これで何もなかったことに。この旅人さんや女房子供には何の変わりもございません。どうか命だけはお助けを。左平次さんのお心の内お分かりになりましたか。と関わりのあったものであろう。生かして返すわけには参らん。引き捨て。他の者に切らせるわけにはいかん。悪く思わんでくれ。主の負けだ。見逃してやれ。今日の勝負はお預けだ。この左平次に免じてな。今日が終わる。龍はまた一人旅を行く。安らぐいとまもない龍であった。追う者の執念が加納喜三郎を求める。真っ赤な夕日に願いを込めて。喜三郎を追い詰めた龍の前に十文字の龍と名乗る男が現れた。その男は果たして何者か。
死の町妻子宿を舞台に展開する男と男の激闘。次回、二人の竜にご期待ください。